今日はね、犬吠駅ライブ、何回かやったんですけど、今日がラストライブということで、今日は皆さんに楽しんでってもらいたいと思って、この、今回のねステージを設けましたんで、よろしくお願いします。で、たくさんね、銚電のことを毎回、いろんな遠征行って限定小回り手形作ったんだよね。はい、限定小回り手形作ったんだよね。入んないな、こいちゃん。ごめんね。で、毎回、いつもね限定小回り手形30枚作って、銚子電鉄に乗って銚子に来てくださいねっていつも PR していました。で、私たちはそれミラクルトレインという曲で、全国に銚子のね、銚子電鉄っていうのを PR してきて、ここでね、1年9ヶ月、銚子電鉄とともに元気娘を応援してき、ましたんでね、それを感謝の気持ちを込めて今日は、目いっぱい元気娘、ステージで皆さんにね感謝してみたいと思います。で、そこで今日、銚子電鉄の、竹本社長の方から、元気娘2人にね、感謝の言葉というかサプライズを、お届けしたいということで来ましたんで、皆さん、竹本社長拍手でお迎えくださいませ。じゃあ真ん中竹本社長入ってもらって、はい、じゃあ竹本社長よろしくお願いします。皆さんこんにちは、銚子電鉄の竹本でございます。本日は元気娘さんですね、ラストライブ、犬吠駅におけるラストライブというかですね、たくさんの方に、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。元気娘さんですね、先ほど石毛さんの話がありましたように、結成されてから1年と9ヶ月、今年の、ね、夏に結成されて、まあ、ただのですねご当地アイドルではなくてですね、震災で傷ついた銚子の街を勇気づける、元気づける、そういうユニットとしてですね、そういう社会的な使命を帯びた、まさにこう社会派ご当地アイドルではないかというふうに思うんですけどね、1年半の間、1年9ヶ月の間、本当にお疲れ様でございます。銚子電鉄との関係で言いますとね、はい、銚子電鉄との関係で言いますと、2曲目に発表されました、ミラクルトレインですね、まさにこれ銚子電鉄の公認応援ソングということですね。この曲を一生懸命歌って踊っていただいてですね、笑いも本当に勇気づけられました。で、ね、で1年、9ヶ月という短い間ではありますけれども、まあ、銚子の街をね本当に元気づけるためにですね、一生懸命力のいっぱいですね、先週のまさにこの炎を燃やしてっていうんですかね、活動されたっていうことですね。これはまさに銚子の街にとって、また人々にです、ね、記憶にですね永遠に残るんじゃないかというふうに思います。将来お二人が大人になって、まだ未成年ですね、大人になってですね、お母さんになって、またやがていつかね、どういう将来、おばあちゃんないかもしれませんけどね、おばあちゃんになってもですね、お孫さんに向かって、おばあちゃん昔アイドルやってたんだよっていうことをね、胸を張って言えるんじゃないかと思いますね。これから1年間ですね、今度高3に、ね、なられるということで、大学受験という大きな関門がまた待っておりますけれども、この1年9ヶ月の間に培ったものを全てぶつけてですね、勉学に励んでいただいて、素晴らしい結果を、達成、満たしていただきたいというふうに心をきれいにいたしまして、私の挨拶とさせていただきます。本日また生演奏ですのでね、また違った臨場感が楽しめると思いますので、ぜひお楽しみに。それではどうもありがとうございました。はい、竹本社長でした。皆さんもう一度拍手をお願いいたします。ありがとうございます。はい、じゃあ準備できたようなんで大丈夫ですかね。はい、お待たせしました。ミノタローズ、ウィズ、響き連合、ウィズ銚子元気娘という夢のコラボステージ、実現しましたんでね、本当自分嬉しくてね、昨日なかなか眠れなかったんですけどね、今日雨降っちゃったらどうしようかなとかね、
まさかこのメンバーであの犬吠駅の2階でやったらすげえことになるんだろうなとかねそれ考えてたらちょっと眠れなかったですけどねまあ、あの無事今日こうやって晴れてくれましたんでね、これからステージ、入りたいと思います。はい、じゃあミノタルズさんの、オンステージ皆さん大きな拍手お願いします。あ、つるちゃんも入ってない？あ、そう。MC 以外マイク入れてもらっていいですか？あ、そうだ。MC 以外のマイクを入れてください。あれ？そこのマイクないね。あ、おやさん入ってました。あ、でも面白いから。お昼皆さん食べました？おいしいぬれせんとたい焼きが食べましたね。観音のたい焼きがあの出張で売りに来てくれ、いいですか？じゃあちょっとケーキつけて1曲目ちょっと言わせていただきます。Thank you.
ちょっといい天気になってよかったですね。あ、まあ、曇ってきちゃったよ。曇ってきちゃった。そうとも言うね。あのさ、用意しとくとこういうことなんだよね。本当に。あれ、ちょっと晴れてきたと思って、次へ、じゃあいい天気になってよかったですねって言うと思ったら曇ってきちゃった。ね、本当楽屋芸人なんでね、本番に弱いんですけど。あの、さっきのステージもいてくださった方いますか？ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あの今のステージからの方ね、自己紹介させていただきますと、教師元気娘さんの曲を作らせていただいたことを覚えてね、後でまたゆっくり紹介があるんであれなんですが、まあ、リーダーの名前がザ・あの美濃太郎っていうそのまま勝手に使ってね、そうそうそう美濃太郎ズっていうね、うちのね、はい、そうそうって俺の名前で恥ずかしいことすんなよとか、恥ずかしいことすんなよお前。いつもね、ね。まあ、俺の名前けがすなよ勝手にあの人の名前使ってバンド名にしてるというですね、じゃあそういう、ね、バンドなんですけど、1回目のステージもちょっと配らせていただいたんですけど、お子様やあのなんかちょっとよかったら濡れせんべいとね、なぜかうまい棒なぜならば安いからだいや、あのぜひあのよかったらあのつまんでお子さん特にあのもらってていただけたらですね、あのゴミはねちゃんと片付けていただいて、ね、そうそう、あそこにね特設ゴミ袋があるね、長電の社長さんから濡れせんべいが今日はね、長電さんに拍手今日ありがとう、濡れせんべいをねあのみんなで一緒に食べながらほっこり行かせていただこうかな。いや調子いいね、調子いいでしょ、いいね、お客さんもあったかいもんね、魚美味しいしお客さんあったかいし、はい、昨日ねあのおし、あの前乗りした何名かでお塩鍋食ったりね、そうそうそう、あんこ鍋食べちゃうやらせていただきましてですね、あの銚子大橋の近くにある東寿司さん、そう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 、行ったことあります、あります、あそこの美味しかったですね、僕銚子来ると必ずそこ行くんだよ、おー、あそこうまいですね、あそこ本当に美味しい、ぜひまた、あ、うまい棒でなんか振ってる人たちいますよ、あそこなんか粉々になっちゃうんじゃないこの粉々いい光放ってくれるかもしれません、これね、サイリウムの代わりね、じゃあですね、2曲目はね、早速ですが、先ほども出てくれましたゴーガッシャーさん、お、俺だよ俺、ゴーガッシャーさんね、一緒に手伝ってもらおうかと思います。皆さん、今日お子さんかなと思ってあれしたんですけど、でも皆さんも知ってますよね、アナと雪の女王知ってますか、それね世界25カ国で歌われてるんですけど、私たち一応23カ国無理やり詰め込んで1曲の中で歌わせていただきます。で、あのゴーガッシャーさんが どこの国を歌ってるか、ゴーガッシャーさん台本見といてって言ったら全然見てなかったらしいんですよ、今日初めてなんで間違ったらピコっていきますからね、大丈夫ですか、英語から始まりますよ、ね、ゴーガッシャーさんが間違えずにめくれるかどうかもそこ見どころだね、あれ今日あれちょっとなんかちょっとこのままする、あれ手大丈夫、え手めくれんのかなねえ、ぐちゃぐちゃになっちゃってる、根本的にダメな企画じゃんこれ、根本的にダメだ、めくれないのかこれ大丈夫、一番前のあったかい人が助けてくれるなんか一人あの頑張ってこう来てるけど、これオラフね、オラフ、あれオラフって言ってあげてください。せーの。ツーリングの皆さん、誰に手振ってんだ、誰に手振ってんだ、オラフ。オラフ、オラフね、今心細くて遠く行っちゃったね、心がね。じゃあ、そんなですね、アナと雪の女王、ちょっと昭和からちょっと離れまして、最近の曲なんですが、23カ国バージョンで、最後日本語なんで、よかったら皆さん一緒に口ずさんでください。
皆さん、拍手で今日は本当に朝礼さん、はい、超メインの2人の、はい、超刺激娘のルイルイちゃん、チネちゃん、超上手でした、かっこいいか、褒められたぞコントで褒められたかったな違うだろそれすいません、今日光栄です。さあの一緒に妖怪体操第一っていうのね、はい、みんな踊れるから奥さんたちも前にいいですか、はい、いいですか、ぜひ踊ってもらいたいななんて思ってですね、マイクスタンドとかあったかな、ピコ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 ハンマーはあるんだけど、今日活躍しないでピコピコハンマー打ちまくるとかないね、豪華者さんいい仕事してるからね、妖怪体操踊れる子、ピコピコハンマー同じのを持ってるんですよ、妖怪体操、ああ、ここにちょっと妖怪体操踊れる、ちょっと白い帽子ちょっとちょっとみんなこれ誰だか知ってる、おいでおいで、ちょっとビビってる、びっくりするみんな、ちょっとリーダーウィスパーでしょ、そうだよ、どっからどう見たってウィスパーだよ、ウィスパーだよね、うん、俺は滑らないウィスパーいいねいいねいいね、俺は独身のウィスパー独身のウィスパー俺も独身だウィスパー、よしじゃあみんな、じゃあみんな行くよ、みんな踊れる妖怪体操、ちょっとマイクスタンド借りていいですか、一本ほんと、あらいいね、おいでおいで、いいですか、いいですか、一個みんな前に出てしまった、嬉しいな、本当にもっとみんな前に出てきた、おいでおいで、お踊れる、ちびこのみんな、ここにいる妖怪誰だか知ってる、大きいちびこも出てもらってもいい、これ誰だか知ってる、おー踊れ誰ウィスパー、正解ナイスパチ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 、ね、みんなで言ってあげて、せーのウィスパー、せーあ、いいねいいね、じゃあもう一回いくよ、せーのウィスパー
ウィーすキスだね。しかもちょっとダジャレ。みんな踊れるよ、解体操。踊れるよ、踊る。かわいいね、ほんとね。ね、ちょっと後ろは暑苦しいけど、前列かわいいからね。よし、じゃあ行くよ、みんなで。最初のポーズはなんだ。はい、行くよ。妖怪体操第一、ウィース。ウィース。よでるよでるよでる
いい滑り方したね、久しぶりにね。いい滑り方した。なんか頭の上に醤油ソフトクリームも。いい滑り方したね。良い子のみんなありがとう。うまい棒もらってってね。ありがとう。じゃあ濡れせんべい、濡れせんべい。わかんないよ。ねえ、調子激娘からじゃあ濡れせんべいもらって。おー、じゃあみんな嬉しい。濡れせんべいさん、ありがとう。食べたことある、濡れせんべい。あ、食べたことある。お、どう、好き？ん？食べたことある？おいで、おいで。おでんさんありがとう。ねえ、長電さんありがとう。はい、ありがとう。イエーイ。じゃあ出てくれたお友達とね、元気娘さんに拍手、イエーイ。濡れせんべい好きな人、はーい、ね、美味しいよね、みんなもらってって。美味しいよ、ね、濡れせんべい美味しいから。さっき紹介してくれたからボタンの中で。次はね、おはやしも一緒にねコラボするんで、あと2枚ないから、じゃあうまい棒かなんかで。うまい棒ある、うまい棒ください、2個そこに貼る。ごめんね、ごめんね、ちょっとなんてもらいに行こうか、これに行こうかね。ありがとうね、ありがとうね。みんな濡れせんべい美味しく食べてね。みんな濡れせんべい美味しく食べるんだよ。で、大丈夫です。濡れせんべいもらえなかったら、早口言葉が。で、みんなこれからですね、バンドと遊ぼうのコーナー行きます。レディーズ&ジェントルマン、 This is 早口言葉。うん、生卵、生麦、生米、生卵、生卵、イエーイ、はい、皆さんこれよく知ってますね、昭和コントコテコテでございます。元気娘ちゃん、はい、司会よろしくね、一緒にね。はい、これなんか立てるものないかな、なんか。じゃあ例持ちます。はい、いいよ、そんな、そんな、それはおばさん持つから。じゃあ持ちますよ。何が、今日はね、これを会場の皆さんに挑戦してもらいます。さあ、豪華者さん、豪華者さん、会場のみんなの中からですね、2人ぐらいね、やって一緒にやってくれるって、生贄と呼ばせていただいております。生贄になりたい人、手を挙げて、一緒に早口言葉やりたいっていう方、言えるかな。元気娘の2人と、入る、あ、手を挙げてる、手を挙げてる、わ、手を挙げてるよ、そこ。今リーダーがね、急いでくれって、私に巻き入れろって、すげえ怒りの視線があるから、じゃあ急いで来てもらってですね。あ、じゃあいいですか。あ、なんて呼んだらいいですか。ゴディバちゃんね、ゴディバ来んじゃないよね、どうもちょっとお世話になってました。じゃあみんなでゴディバさん、せーの、ゴディバさん。ワン、ツー、あのね、この点入るタイミング、あれマイクどこ行っちゃった？1個あったあったあった。じゃあこれで、マイク行く。元気娘の2人も手伝ってあげてね。生麦になってきる？これ全然できない、全然できない、一緒にやる、かわいいから大丈夫。いくよ、ワン、ツー、ファイ、まだね、ワン、ツー、スリー、フォー。踊りもあるよ。気にですね、愛の鞭を一杯ですね、はい、飲んでもらいましょう。お仕置きがあり、お仕置きタイムがあります。これルイが作った、ルイちゃんが作った美味しい青汁、しかも下の方は原液粉まんまみたいなんですね。美味しいよ。じゃあみんなでさ、息の掛け声するから、昭和風に行こう。昭和、なんだっけ、昭和、大きく3つでいく、いや、パンパンパンって手拍子ですね。大きく3つ、小さく3つ、おまけに3つ、はい、一気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 、あー、まずい、あー、まずい、まずい、まずい、イエーイ。これ量が多いみたいですね。どうも愛がたっぷりでした、ルイちゃんからの。どうも、すいません、大丈夫ですか、大丈夫ですか。いや、本当ありがとうございます。これに懲りずにこれからも
これで一歩健康に近づいた。これで一歩、そうです。ルイちゃんから、あ、でもごめん、受け取ったのは私だった。ルイちゃんから受け取ってほしかったよね。ルイちゃん、ルイちゃん、私持つからさ。そうだよ。そうだよ、ね。青汁係。青汁係よろしく。で、チーネちゃんもほら、二人。でもこれちょっと重いですよ、これ。大丈夫？もう一杯飲んでもらう。一杯、一杯飲んじゃう。面白いこと言う。私がさ、片付けちゃったから、私が失敗しちゃったから、もう一回やるってこと？もう一回、もう一杯飲んで。ほら、言い出して2人から引っ込んだね。今の NG だった。 NG、 今の NG はね、もう一回行きます。いや、男らしい、男らしい。ほら、大きく3つ言ってあげて。せーの、大きく3つ、小さく3つ、おまけの3つ、あ、それ、いい感じ、いい感じ、いい感じ、ごめんね、大丈夫、トイレ近くなっちゃうけど、ごめんなさい。 T シャツが緑色になってきちゃった。 T シャツが緑色になってきちゃった。うまいことやる。早い、うん、効果がね。ちょっとさ、早速次の、あ、かわいい二人が、あら、みんな拍手。かわいいお兄ちゃんたち、かっこいいね。すごい美男子だよ。将来有望だよ。ちょっとおいでおいで、大丈夫、るいちゃんとちりちゃんが一緒にやってくれるよ。なんとなく分かったでしょ。みんな一緒にやってもらえますか。みんな言ったんで、一緒に来てくれたからね。バンドと遊ぼうだ。言える言える、言ってみよう。いや、お姉ちゃんたちも一緒にいるから。いいよ、あそこ見た、あそこリーダー優しくしてあげてください。あれ見て、あれ見て、優しくね。この生麦、生麦、みんな生麦、生卵。そうだよ、一緒に言うね。ワン、ツー、スリー、はい。踊りましょうか。皆さんもご一緒に、はい。皆さんありがとうございます。今度、次も、あ、ちょっとごめんね、これちょっと下げちゃう。難しい、早口言葉。早口言葉難しかった。本当はちょっと挑戦してみたかったでしょ。生ごめん、生卵ちょっと言った。懐かしいね、懐かしいよね。あ、これまた、またちょっといっぱい来る、今日いっぱい来るね。じゃあ、あの次、響き会さんがですね、一緒になんと夢のコラボ、調子元気娘、調子響き会、ザ・ミノタローズ、お待ちかねですよね。ちょっとリーダー、ミノタローズ、はい、ね、とうとう、え、デッド
統芸能とコラボですよ。そうですよ、アイドルと伝統芸能とコラボっていう奇跡的な、なんか素晴らしいね。素晴らしいですよね、あやちゃん拝みたくなりますよね。さっきすごいお囃子聞いてすごいなってちょっとね、つるちゃんうっとりしてたよね。かっこいい、やっぱ無条件でかっこいいですね。それほどでも俺じゃねえよ、俺じゃないよ、俺じゃないんだ。和太鼓、和太鼓洋太鼓ダメ。いやいや分かる分かる、負けず嫌いだから、負けず嫌い、1回目の、ま、ありくちゃうよ、もうありくちゃうからね、ありくちゃうよ、もうごめんね、2回目から来てる方分かりにくいと思うんですけど、私たちは全員負けず嫌いだって話よね。あ、もうセット OK ですか、準備 OK ですか。あ、マイクをね、そうそう、マイクいいですか、ちょっとあの笛の、そうですね、あ、ここに、あ、ここ、22秒押しです。22秒、細かいね、細かい A 型、ね、どぐじゃぐじゃの B 型はい、いきますよ、いいですか、いいですか、皆さん貴重な証拠前ですかね、どうぞ前で、私コーラスですからね、そんな、ねえ、まなくん3人で、今日は3人で元気娘ですから、元気娘と元気元娘みたいな、元いやいや元16歳レースみたいなってことでね、元って、やめなやめな、コーラスだからさ、で大丈夫、2人の、私2人にありがとうって言いたいんで、ここでの後ろでコーラスをさせていただければ嬉しいです。じゃあみんなよろしく、えいこーなI'm not afraid to die.
んにも拍手。ありがとうございます。突然今日一発目からね、今日初めてのジョイントなんで感動的です。ありがとうございます。本当に感動しましたもん。ドキドキしちゃう。ありがとうございます。ね、雪娘ちゃんすごいねコラボだったね。あ、これであのじゃ あの片付けないとあれなんで、じゃあ子供たちにねこれお願いしようね。みんなもらってって、みんなもらってって、ピンクだよみんな。キラキラこれで輝けるよ、これで。ごめんなさい、大丈夫。ピーピーくる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 、一番最後でいい、子供たち3枚ぐらい。カメラは大丈夫でした、もらってって、それあげる。でさ、実はさ、調子元気娘とコントやろうと思ってネタ持ってきたんだ。ちょっとびっくりしすぎて、私考えてきたの。やっていいかな。あのあれだよ、アイドルだからあんまり下品なことはさせないの。いやもう全然スナックトークですよ。ダメだよ。チーネいい、大丈夫、大丈夫です。私たち何すればいいですか。え、なんか変なことやらされるらしい。何ベリー大丈夫。完全オリジナルコントですね。何度かのパクリっぽいけど。こんなあったね。こんなあったね。こんな調子。元気娘は嫌だ。パチ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 。ミノタロウとかですね。あ、パチパチパチ。パチパチパチ。あったね。ね、はい、まずね、なんか元気ない。ちょっとカメルとか鳴らしちゃって。元気娘ではなく、元は娘だ。これ懐かしいね、これ。これ知ってる人手挙げて。これ。あ、ちょいちょい。あれ、それ志村さん。志村さん。え、そうなの。あ、確かに。元気娘で元は娘。新曲はね、サンライズオーシャンですよね。サンライズオーシャンってご来光なんですけど。はい、まあこれのまあ何かと問題なのでサクッといきます。ご来光と何かを間違っちゃってる。でチーネが、はい、チーボーになってる。チーボー、わかんねえ、誰もわかんねえ。俺ダメ出し食らってるよ。ダメ出し食らってる。見えない、それとも意味がわかんない。わかんないよね、誰もね。昭和のちょっと難しい。あとじゃあもうルイルイが違う気がする。あ、これめっちゃ言われるんですよ。これめっちゃ言われるの、ルイルイダンス。一体私いくつなんでしょう。これ知ってる人いますか。これあ、知ってるんだ。これ平成生まれだからわかんない。いや、で一人負けず嫌いがいる。ルイルイ増えないね。で、なんか応援隊がなんか妙に変に元気だ。ちょっと、あ、ごめん、スナックトークしちゃった。あ、今あの黙っちゃったね。ごめんね。しかも元気すぎる。俺たちは何、自分たち拍手してくんないと。イエーイ。みんなありがとう。どうだった？落ちは落ちは落ち。落ちこれで終わりなの？落ちないの？ないの。でも今日ね、元気娘も身の足らずのために考えてきてくれたの。本当に？本当。本当だよ。どっちが考えてくれたの？二人でもう寝ないでやります。寝ないでやってくれた。ありがとう。辛いんですよ、今日ちょっと。ありがとう。行くよ。はい、こんな。じゃあ、ミタロ、ミナタローズさん。おい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 。はい、じゃあ仕切り直して。いいよいいよ、可愛いから許しちゃうね。こんな、ザ・ミノタローズは嫌だ。衣装がミノだ。イエーイ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。じゃあさ、私さ、新兵器持ってきたの。新兵器ですか。彼女たちのタイミングで、これカンペ落ちちゃいから笑えないかもしれないから、私が赤いランプ回したら笑うんだよ、みんな。何その強制感。ダメダメダメ、もう彼女たちを滑らす。俺は滑らない豪華車。あ、豪華車どこじゃない。あ、それ持ってきたの。これ持ってきたの、今日。いい、これがくる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 って回ったら、みんな笑うんだよ。持ってる。分かった。見える？見える？これ。それリハで言ってなかったよね。リハで言ってないよ。新兵器だから。いい。え、どっから持ってきたかって言うとね、うちから持ってきたの。いい？はい、じゃあみんな一回拍手。もう一回最初からよ。最初から。こんなミノタロウズは嫌だ。はい、行くよ。はい。はい。あ、倒れちゃう。はいはい。はい、どうぞ。こんなザミノタロウズは嫌だ。イエーイ。衣装がミノだ。うわー。
それ下だと見えない。下だと見えないんだ。頭つけとけ頭に。厳しいなこれ。スイッチやる係誰かやってよこれ。スイッチお願い。あ、今やってくれるって。ちょっといいよ。お姉ちゃんやってスイッチ係。スイッチ今力強いね。ちょっとスイッチ落ちて、スイッチね。いつ光るかわからない。あ、今光ってきた。やべえ。はい、笑って笑って。はい、笑って笑って笑って。彼女が光らせた場合、そうそう。笑わないんです。はい、じゃあ次ね。演奏よりうまそうだ。光ってる光ってるよ。光ってる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 。何が行われてるのかさっぱりわかんない。本当？ギターのつるちゃんになぜか練習中は。覗かないように言われる。光ってる光ってる。これはあれだ。笑い声がちっちゃいね。つるちゃんが。つるちゃんの練習中。そうそうそう。菊池さんが。何これはさ。これいいのかな。なんか一人で浜辺で肌。これチーの画像保存した。保存しました菊池さんの。これ若干際どいですね。ありのままありのままありのままの姿見せてやった、ね、2年前の調子の。そうですね、君ヶ浜で、君ヶ浜で2年前にみんなで来た時に行っちゃいましょうか。どんどん、はい、リーダーがいつもと違う。なんか身の違いですね。ねえ、あ、今、ま、回ってる笑ってる笑ってる笑ってる。うわやばいやばい。はい、はい、わ、皆さんありがとうございます。よくできましたね。嬉しく、ありがとう2人とも。やばいですね、やばいですね。ちょっとギャグセンスがかっこいい。ギャグセンス、ふまり、ふまりちゃん、ふまりちゃん、ありがとう、ありがとう、ありがとうね、ありがとうね、あありがとう。いや、逆センス抜群でしたね。逆あふれ出る昭和感。いいコメントありがとうございます。でもお客さんからあふれ出る昭和感がっていうですね。あ、まあ、空間を今温めていただきます、ね、レトロフェス今日はね。まあまあこんな小道具も用意しちゃったりなんかして、ね、ちょっとやばいですね。ちょっとやばい。どうして腹筋が崩壊しそう。え、腹筋崩壊、腹筋崩壊しそう、腹筋崩壊しそうなって笑いすぎて。でもジーナいつもじゃん。笑いすぎてさ、なんだっけ、ほうれい線気にしてた時期あったよね。ここら辺の確かに合わないみたいな。なんかまだ早いよ2人みたいな。これどうしよう、どうしよう、どうしよう。いいですか、すいません、お願いします。よし、いいね。次いっちゃいますか。気を取り直していきますか。333ですけど、ピッピーピッピー、どうしよう、うちね、後ろ向かない方がいいのかな。あれ、次の曲なんだかわかる。次あれですよね、次はかっこいい、かっこいい曲ですよ、ね、今までの俺たちの演奏がかっこ悪かったみたいな。違いますよ。いや違いますよ。じゃあ、なんか何ですか、なんて言えばいいんだろう、かっこいい。いいよ、気持ち悪くて。新曲です。
可能性は難しいな。
じゃあ皆さんちょっとつるちゃんのそうですね。それでは皆さん盛り上がっていきましょう。ミラクルトレイン。作曲家の、ありがとうとここに切らせたサンライズオーシャン作
作っていただいた曲です。3曲作らさせていただきました、菊池と申します。今日は皆さんとね、こんないい天気に恵まれてとても光栄に思います。最後の曲頑張りましょう。はい、ありがとうございます。いつもコントばっかりやってるわけじゃないんだよ。俺もそうだよって言って。頑張ります。はい、そうです。ゆみおさんから一言ね。あ、私から。なんかいつもね、ちょいちょいお邪魔してるゆみおです。本当にあの二人のファンで純粋に、ね、ありがとうございます。あの突っ走りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。頑張っていただきます。はい。あのこの詩を書かせていただいて本当にありがとうです。照れちゃうな。じゃあね、じゃあすいません、よろしくお願いします。最後まで盛り上がっていきましょう、はい、それでは皆さんコール待ってますよ。聞いてください。ありがとう。Thank you.
です。ありがとう、ありがとう、ありがとう、みんなありがとう、お客さんありがとう、ありがとう、お客さんありがとう、ゴーリマくんありがとう、お客様に拍手、ゆいちゃん、ちねちゃんありがとう、ありがとうございます、ゆいちゃん、ちねちゃんに大きな拍手、ありがとう、調子元気娘、ね、見とくしちゃったよ、ありがとう、あの明日応援に行けない方、あの渋々でも構わないんで明日もやってるんで本当は応援に行きたいけどとりあえず調子にいますみたいな、軽トラ1で私たちあの昭和とコントとかやってますので待ってます、ありがとう、ありがとう、おおおお、俺の腕がリーダーから一言、皆さん本日はあのありがとうございます、なんで笑ってんだよお前これ真面目に話すとおかしいでしょ、うん、あの今日はですね、あの皆さんのご協力もあり、いびき連合会さん、あれどっか行っちゃった、すいません、はい、あーいらっしゃった、ありがとうございました、それからあの今日実行委員の方って言ったらいいのかな、石毛さんありがとうございます、あのジオパークに行くとお会いできるっていうね、あとあの桶谷さんはいた、桶谷さん、そしてそしてあの本日のスペシャル、メインだよね、調子元気娘シカトカイありがとう、それで皆さんあの気をつけてお帰りください、明日はですね、あ、そうか、ごめんごめん、まだあるね、そうだね、僕らは終わりです、あの明日は軽トラ1で僕ら1時から12時からライブやりますんで、その時あのもし暇だったら来てください、よろしくお願いします、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、宮田武さんに、じゃあ皆さんもう一度大きな拍手お願いします、はい、ありがとうございました、拍手。